さあ、日本人として51年ぶりにショパン国際ピアノコンクールで2位となった反田さんにお話をお伺いしてまいりました。ではここでそのコンクールでも演奏をされました、ショパンの英雄ポロネーズ、生演奏でお聴きいただきたいと思います。お願いします。